特急DM。DM 特急。お前、何やってんだよ。特急でもないし、快速でもないし、準急でもないし。ただの各駅停車じゃねえか。は？特急。お前、どうしちゃったんだよ。台風一過で晴れていたけど、ババはオモババ。一体下の展開がバチコリだったじゃねえか。確かに特急。DM 特急。お前はダートも芝も実績がある。スピードは超特急なわけなんだけど、どうして、どうして、あと200メートル。持たねえんだよ DM 特急さん。200メートル過ぎたらいきなり準急に変わって通過待ちになってんだよ。ジオ八幡様？残り100メートルでは各駅停車って。お前は石神井公園以降の西武池袋線かなんかか？桜台には何もねえぞ。はぁ？池袋に埼玉県民が集まる最大の理由？特急。DM 特急。お前どうして4コーナーから通過待ちでズルズル交代しちゃったんだよ。まさかの急着。競馬ゆっくりが本命にしたから。悲しい。悲しい。でもなぁ、視聴者諸君、競馬ゆっくりはバチコリ予想的中なんですよね。は？このレースはハンデ戦。中央馬は国領を背負わされる。だから地方馬にもチャンスあり。ターナーラジーバローズ、タイガーインディを指名してワイドバチコリ的中。This is 競馬ゆっくり、地方馬同士の後輩と馬券を当てるなんて。さすがの技よ。経由さん。そのワイド、払い戻し1050円なんですが。は？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は少し時間が経ってしまったけど、2024年のサマーチャンピオン、小倉2歳ステークス、札幌2歳ステークスの解雇動画をやっていくわよ。おお、だいぶ時間が経ったわね。正直、解雇するレースがいっぱいありすぎてやれねえなって思ってたんだけどね。黙ってれば解雇動画スキップできるかなって思ってたけど、一部視聴者も希望してたし、競馬ゆっくりも今まで予想していたレースは全部解雇動画作ってるし、気持ち悪いと思ってね。再生数は爆死するけど、やっとこうと思うわね。おお、じゃあ早速サマーチャンピオンから解雇やっていくけど、競馬ゆっくりは本命 DM 特急、対抗コパのパサディナ、タンアナーラジンバローズ、タイガーインディ、買い目は単勝 DM 特急で、あとは4頭のワイドボックス。計7点だったけど、払い戻しは1050円。350円の浮きね。地方馬同士ならもっとオッズ高くてもいいんだけど、みんな馬券うまいなぁ。おお、レースとしてはどうなの？どうにもこうにもって感じね。はっきり言ってハンデ戦でハンデ差もあるし、どうっていう解雇もないんだけど、次につながるレースではなく、あくまでここだけのレースね。だから特に感想がないのよねー。おお、1着のアラジンバローズは台風の影響で乗り換わり祭り、中央の騎手は中央のレースと日程が被ってしまって全員乗り換わりの中、数少ない乗り換わりなしの馬、名手下原治に導かれての勝利。これは運が多分に含まれている勝ちだけど、レース自体は下原の腕が光ったレース。最内の砂は深いからギリギリのところをうまく通って、コーナーで打ちをスムーズに行けたことが勝因ね。この馬はまだ地方では仕上がり次第で全然やれると思うし。おお、地方こういう重賞では厳しいと思うわね。今回みたいな中央馬のメンツが弱くて、ハンデがアホみたいについていて、中央の騎手が全員乗り換わり、みたいなことにならない限りは難しいわね。あくまでこのレースだけのロングショットってことなのね。2着のラプタスはこのメンバーで自力だけできた印象ね。60キロで力を見せたけど、やっぱりあくまでもここだけの競馬。鞍上の内枠を生かした思い切りの良い競馬も良かった。3着のタイガーインディは中央馬の能力を見積もりすぎた競馬をしたわね。確かに大外を回す競馬は間違ってないし、3着狙う競馬ではあるし、それは間違ってない。地方馬としては、
今回は夢を見た騎乗をした下原治の勝ちだったってことね。将来性としてはこういう競馬ができるタイガーインディは中央馬が薄い地方交流重賞なら3着はありそうな感じね。メンバー次第では積極的に狙いたいわね。おお、着外の馬だと本命のコパのパサディナは6着。筋肉の内肉差で若い馬を買ったけど、ダメだったわね。8着の TM 特急はスプリントの馬。綺麗にそれ以上進むと止まっちゃうんだもんなぁ。でも、将来性なら TM 特急かなぁ。スプリントに戻って、芝スタートの中山ならぶっちぎる可能性が全然あるわね。おお、人気を吸う出しのサンライズホークは？この馬難しいからねぇ。乗り換わりで終わってたわね。サクサク行くわねぇ。じゃあ、小倉2歳ステークスはどうなの？もうね。台風で不良馬場想定で予想組んだら、台風が屋久島で消えちゃって曇り。重馬場で行われたのが誤算。ぐちゃぐちゃな馬場なら特殊な適性のある馬以外はみんな走るのに疲れちゃって3コーナーの通過順で決まると思ったんだけど、案外まともな競馬になっちゃったからねー。本命はレイピア、対抗はベルビースタローン、タンアナはタマモティカップだったけど、全然ダメだったわね。ババが予想以上に荒れなかったからね。テレビのニュースと台風の縁は大げさだよ。は？まあ、レースとしては2歳戦のスプリントの重ババだし、あんまり時計をどうとか言えるわけじゃないけど、印象としてやっぱりある程度前に行けた馬が上位に進出したわね。おお、競馬ゆっくりは持ち時計を重要視して予想したけど、3コーナーまでは道割る適正のデクラレーションオブゴー3区のタマモティカップ以外は予想した馬は前に行けたし、評価したベルビースタローンは2番手でいい感じだったんだけど、直線半ばでズルズル交代。やっぱりやや重で両馬場のレイピアと 2.4 秒差の力差が出たのかって感じね。勝ったエイシンワンドはどうなの？見た感じは強い競馬だったと思うし、この時期にボバでスプリントってことはスケジュールは来年の青いステークスまで決まったと思うし、この世代のスプリントの一番星じゃない？競馬としても重馬場の内を枠の呪縛で通ってしまった競馬ゆっくりの大本命のレイピアが馬場の悪い内で頑張っていたところ、外の馬場の良いところから差し切っての勝利、2着のクラスペディアも同じ新馬戦2着だったし、ここでは実力上位じゃないかしら？この馬は鞍上の小崎がうまく乗ったわね。ポンとスタート出れて最内スタートをうまく修正していって、直線は馬場の良い外へ、この騎乗がうまくはまった感もあるわね。おお、3着のアーリントンローは逃げた方がいい馬なのかもね。楽に道中は追走できてたけど追ってからは案外、馬場の良いところ通ってたし、サス競馬はこの距離では向いてない印象。距離を伸ばすか、逃げる競馬がいいってことね。4着は大本命レイピアなんだけど、この馬が一番苦しい競馬をしていたし、時計勝負でも実績があるし、この4着で人気が落ちるなら次は積極的に買いたい馬ね。少なくとも勝ち馬レベル、それ以上の馬だと思うから今回は馬場の悪いところを通り過ぎてしまって、直線も内にこだわりすぎたのが敗因かな。松山康平、で、最後に札幌2歳ステークスだけど、ファイアンクランツから色々買ったけど逆進でしたわ。もう疲れてきている？1着はマジックサンズ。堀厩舎の今現在の視線っぽい佐々木大輔がファイアンクランツに乗らずにこっちに乗っていたことがその答えだったんだよな。はぁ、競馬ゆっくり。痛恨のミス？重馬場で2歳だから比較対象は少ないし、それについては話さないけど、競馬の形態ではアスクシュタイン以下前に行った馬は結構全滅している。ペース的に速かったって感じなのね。で、着差的に上位3頭が一応このレースでは今後のオープンでも通用しそうな馬に見える。上がりも3頭だけ36秒台だし、そういう意味ではわかりやすい結果ね。この3頭、特にマジックサンズとファイアンクランツに関してはそんなに能力差があると思えないかな。どういうことなの？比較的前にいたマジックサンズが外を回してそのまんま上がり 36.6 秒で押し切ったレースだけど、2着のファイアンクランツはさらにマジックサンズの外を分回して3着。これじゃ届かないって。
上がりは2位の 36.4 秒だけどさ、正直。こういうことしてるからサメ島勝間ってダメなんだよな。勝ってるからそこそこ上手いんだろうけど、こういう騎乗をぬるっとしちゃうのが問題。だから有力馬取られるんだよ。はあ、やめろやめろ。だってさ、2着のアルマベローチェの横山武史は今回上手い騎乗。4コーナーでファイアンクランツと同じところにいたけど、パカーンと開いたうちに切れ込んであわやの競馬、上がりもこの騎乗もあって最速の 36.3 秒。花さの2着だが横山武史の判断と気づきで持ってきた2着。サメ島くんさ、確かにファイアンクランツの位置じゃあするしかなかったけど、その前段階だったらどうかな。そういう甘さなんだよ。サメ島勝間が全国区になれない騎手なのは、おお、辛辣ねえ。少なくともファイアンクランツはカタカナの騎手に秋競馬は乗り換わりだろうねえ。おお、以上で溜まってたサマーチャンピオンと角2歳ステークスの開口終わっていくけど、結局台風で終わりになった感じね。どのレースもその馬の勝ち負けのレースで今後はどうとか言えないし、2歳戦は特にね。まあ小倉2歳ステークスの上位陣の時計は今後の指標にはなるからね。世代限定のスプリント戦はとにかく時計で予想するのが一番いいからね。おお、あとは札幌2歳ステークスの上位3頭はそれなりに力がある。ってことくらいしか言えないかな。しかし、松山浩平さんもサメ島勝間くんも、マスオさんみたいな顔して、もうちょっと勝ちに行ってほしいわね。そういう騎乗していると短期免許の騎手のシーズンは有力馬取られてるぞ。もっと頑張れ。まあ、短期の外国人の方が勝たせてくれるからね。それなぁ、しかし、モレイラも来年絶望視されていたけど、ワールドオールスタージョッキーズの結果で短期免許来年取得できるようになったし、本当にさ、いつまでも取られていいのか。立東の藤岡雄介量産型の騎手たちはサメ島勝間と松山浩平お前らだよ。そこそこ上手いし、いい馬に乗ってるんだから結果見せてくれよ。馬券外しているから、八つ当たりしてない？そ。そんなことはないもん。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。